昨日敗れた後も穏やかな表情だった星野監督。さあ田中将大、9回のマウンドに上がるんでしょうか。160球、今年初めて敗れた昨日のピッチングから一夜、どうなんですかね、投げるんですかね。もう準備をしてるのは間違いないです。そうですね、勝ち場を作って、これ多分勝ち場所では2回目だと思うんですけどね。イニングの頭から含めて非常に注目されます。初めての日本一へ歩みを進める楽天イーグルス。あ、今島が行きましたね、ブルペンに。これは間違いないですね。島が凡退した後にブルペンに行って田中と今話をしています。この後9回田中将大が出てきそうです。すごいですね、負けられるの。期待の大声援です。8回ツーアウト、ブルペンには田中、ベンチの前に則本がキャッチボールする姿はありません。則本はもう座っています。先発の三馬、2番手の則本は座っています。8回裏が終了した。ケースタ宮城、気合のこもった表情で星野監督が笑顔になりました。田中です。出ますね、田中将大です。すごいな、160球の力投から一夜、みんなに送られて日本一とかかる最後の
40年ぶりの連覇を狙う読売ジャイアンツとシリーズは第7戦にもつれ込みました。3対0初の日本一へ、楽天イーグルスがリード。9回のマウンドに田中将大が上がりました。あとアウト3つ、歓喜の瞬間が目の前に来ています。そして昨日ホームランを許しているロペスを迎えます。
東北に初めての日本一をもたらすか。田中将大、9回ツーアウト、穏やかな笑みを浮かべた東証星野、ものすごい雰囲気です。初球打ち、ライトに落ちる、ランナーは三塁に止まります。ツーアウト三塁一塁、塁上ロペスが手を叩いた、送られました。